楽屋とかあったりとかして、うん、届けたメンバーの子のリュックのチャックが開いてたの。超言いたかったの。え、チャック開いてますよみたいな。自分はオタクだから、うん、声をかけたらいけないと思って、ね、ちょっと言うべきか、なんか友達を返して言うべきか、スタッフさんに言うべきかみたいな、もうすっごいそんなに悩んでた。どうも、ただのタクことアクニャンです。どうも、ただのジーヤことミレニャンです。今日はですね、スターダストについて語っていきたいと思いまーす。実は超特急が大好きで、オタクとしてかなり原点で、初めて行ったリリーブも超特急だし、ジャニーズ以外のアイドルにハマった、うん、まあ地下アイドルの入り口とか、今みたいに韓国人地下アイドルを応援するきっかけとなったのがもう本当に超特急なので、うん、今日はその超特急についてお話ししていきたいと思います。はい、それではエビバディゴー。超特急って分かる？そもそも分かる。1号、2号、3号、4号、5号、6号。あー惜しい。8号、8号、1号車なの。あれ1号車なんだ。電車にかけてんのあれ。うんうん、うん、めっちゃメンバーが何人いるか7号車まであって、うん、ファンのことを8号車で、色も当然あるんでしょ。そう、それぞれ色があって、うん、で僕がハマった頃はサラ特急っていう。サラ特急？サラって分かる？ディッシュのことなんですよ。あ、ディッシュ、うん、ディッシュと超特急を合わせてサラ特急っていうの。てか今はもう本当にレーベル自体が違っちゃってるから、売り出し方とか方針とかも全く別だったんだけど、うん、ディッシュってスタダなの？ディッシュスタダだよ。そうなんだ。番組とかさ、あの超特急とディッシュで。あ、全然分かんなかった。僕が行ってた頃はもう本当にもう割と初期より、初めて行ったリリーベがそのヴァンパイアの曲があって。ヴァンパイアの曲。そう、それまでは普通にアイドルっぽい感じだったんだけど、うん、なんかコンセプトが結構色濃く出てきた時で、なんかすごいわちゃ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 踊ってるイメージがある。あ、それ多分一気に聴きとかだと思う。その和風の世界になったりとか、うん、ランティーナイトっていう曲があるんだけど、君はこうない、聞いたことないかも。今歌ってんのライブで。北野の子たちってさ、口パク全然一切やらない。そうそうそう、歌っちからで、うん、だってさ、これダンス踊ってる人が5人前にいて、うん、ボーカルが脇の後ろにいるの。ダンスがメインと。エグザイルとかもそうだけど、歌ってる人が真ん中で動かないで歌に専念するじゃん。周り踊ってる。ちょっと時は逆で、メインダンサーとバックボーカルみたいな扱いなのね。バックボーカルってあんまり聞いたことねえ。で、これは一番強気なの。うちらはアイドルじゃないですよっていう、吊るされないように、あくまでもこれはダンサーをメインとしたグループですっていう押し出し方を。なるほど。まあ、これはまあちょっと裏事情でもあるんですけど、もともとその引き受けとしてよく使われていたのは、担当カラーを作らないっていう文化がもともとあったの。これが担当カラーがあるとアイドルになっちゃうの。へー、そうすると攻撃対象になっちゃうの。暗黙のルール的なことでしょ。だから絶対に同じ衣装を着ないとか、モデルっぽくそれぞれ仕上げていくみたいな。でそれを超時はいわゆるアイドル衣装着てるんだけど、ダンサーをメインにするっていう避け方をしてる。エグザイル反対バージョンみたいな。そうそうそう、簡単に言うとね。でもアイドルはアイドルだよ。あ、彼らはですね、非アイドルという言い方をしていて、非アイドルってあえて言ってるんだ。 CD ジャケットにも毎回非アイドルっていうシールがわざわざこう貼ってあって、アイドルじゃないですよ、攻撃しないでくださいねっていう意味もあるし、うん、自分たちは当時はだよ、全然プロとかじゃないから、まだアイドルとは呼べないです、自分を。とてもおかましくて謙虚な感じでアイドルとは言えませんっていう意味で非アイドル。まあいろんな説が、まあ、あるんですけど、今までのグループと違ったことはやっぱ特典会をやってたの。当時って CD を出して特典会しますってグループってそうそうなくて、何枚買ったらこれができるっていう階級みたいのもあんまりなかったの。当時やっぱもう1枚買って全員と握手が当時は超オーソドックスなグループ。それで僕はアリオ川口に行ったんですよ。いや今でもあんのかな、アリオ川口。初めて生の超特急を見るわけですよ。僕はずっとタクちゃんが好きだったの。あ、知ってるよ、タクちゃん知ってるよ。フルネームわかる？わかんない、タクちゃん。佐川拓也っていう男の子がいるんだけど、超好きで、タクちゃんのことが。タクちゃんが当時 G ドラゴン好きだったから、クソがすっごい派手だったの。でそれをわしはもうまんま真似してた。赤のサスペンダーしたりとかしたらもう自分も買うし、シルクハットとか買うの、マジックに使うやつ。それ買ったの？わしもそれ買ってみたいな。栃木から通ってたから、もう田舎の子が頑張って東京に行くたんびに2択を買って帰るみたいな感じ。愛らしい。でそのブラッディーナイトのリリーベ行った時に、タクちゃんの態度が悪すぎて、もうわしドンビーちゃん。具体的にどういう態度なんですか？なんか楽しくなさそうだったり、ブスッとしてたりとかして、うん、笑わないアイドルっていうのも、今は欅坂とか聞いてるからだけど、当時はね。当時なんて、コミックなわけでそこまで売れてないグループだから、しゃかり期間満載のグループを見に行くつもりだったわけだし、そしたら、みたいな感じだったの。それ、タクちゃんだけ？一人だけ？タクちゃんだけが。で、そしたらなんかその、僕を知ってくれてる人たちが何人かいて、すごい説明をしてくれて、タクちゃんはああいうキャラクターなんですっていうの。で、今日はまだ機嫌いい方ですよって言われたの。タクちゃんってすごいなんか気分屋みたいな感じもあるんだけど、要はお姫様なのよ。あー、
楽しい時は笑うし、で、楽しくないと無理に笑わないみたいな、いわゆる塩対応みたいな感じなんだけど、で、それにわしはもう、ドン引いちゃったの。だから自分もその時芸能やってたから、芸能やってる時ってやっぱりこう、無理やりスイッチ入れてさ、なんかつまんなくてもさ、笑うとか、すごいやってた時期だったから、もうそれに衝撃を受けすぎて、もうビビっちゃって、わし、タクちゃんとさ、ツーショット撮れないってなって、撮んなかったので、それでりょうが君と撮ったの。なんだそれ、撮れなくなっちゃったんだ。そう。で、そのりょうが君もりょうが君で、僕がなんか昔仲良かった元親友にすごい顔が似てて、なんか元親友っていうちょっと言い方ちょっと闇を感じましたけど、本当だ。それはそれでいいんですけど、そう、元親友と仲悪かったから、ちょっとなんか元親友と仲良くなれるつもりになれなかったって。切り替え早かったね、すごかったね。そう、で、その時も、当時自分がいた界隈と、超時の界隈ってすっごい近い界隈だったの。もうなんか、オタクの4割ぐらい被ってるみたいな。だからもうみんな知ってくれてて、わしがその、ツーショット写真会の時に、りょうくんと撮るってなった時に、その、見てる子たちがなんか、キャーンみたいになっちゃったの。なんか、やばいみたいな。推しと推し熱いみたいな。知ってる子が撮ってるりょうくんとみたいな感じになって、でそしたらなんかそのスタッフさんとか、えみたいになってて、なんか、あなたは誰なんですかね。あー、なるよね。りょうくんもなんか、え、こいつ何みたいな。で、お前なんだみたいな感じになって、それで私はもうなんか恥ずかしくやって、もう出していねえけど。当時は、めちゃくちゃオタク丸出しで行ってるのに、なんかすごい客席わーってなっちゃったから、兄を川口がもう。川口がね。川口が湧いちゃったから。それで、ひぃーって、そこに逃げちゃったのもう。すごい想像できる、その絵面が。その通常と、次はこのグループショットって言って、まあメンバー全員とオタク一人みたいなの、それを撮って、まあその日は終わったのね。で次に行ったのが200人ぐらいかな、池袋のなんか車の展示場スペースの上にある、ビルの上にあるライブ会場ですかここはみたいな。最初でもそういう感じだよね。それでも私もう人数多いと思ってたの、ファンの。すごいこんなに人気なんだみたいな。チケットは4人取れた、取れた取れた、全然売れ取れた。でその時もこうランダムのブロマイド買ったりとか、ペンライト買ったりとかして一部見て、でなんか涼牙くんがファンさせてくれたの。でも4秒ぐらいこうやって手を伸ばすって言ったら、それ私にずっとやってくれたので、ヒーッなんて死ぬみたいな。ピンポイントでニャンだったら大丈夫ですそこら辺。いや分かんない、その一体かもしんないけど、私はやってると思ってるから。で、その時もタクちゃんの態度が悪かった。やっぱ言われてた、今日またいい方ですよって。そうなんだ。で、そっからもうじゃあタクちゃんめっちゃ可愛いなみたいな。あ、それで大丈夫だったのね、最初は。素顔じゃんみたいな。飾ってなくていいなみたいな。で、ちょっとした笑顔でもすごいこっちはもう癒されるようになって。逆にね。普段そうだからね。そう、だからまあ、りょうがくんとタクちゃんっていう二人をすごい推してたんだけど、超特急ってこの子とこの子が好きみたいなやつがすごいあって、で、りょうがとタクちゃんって超ドマイナーなの。タクちゃんってその黄色のユースケくんに加えて、タクスケみたいな感じで、そこの二人すっごい人気だったけど、もう私は。そうなんだ、この人に供給が全くないのよ、二人から。当時アメブロだからさ、アメブロにあげた日にはもうなんかスクショして、りょうが君とタクちゃんだーみたいなことやってたんだけど、もう本当に一番純粋にけなげなオタクだったの、その時が。お金もないから月屋で今日買ったグッズを全部並べて写真撮って二部まで楽しみワクワクみたいな感じだったんだよ、当時は。かわいい、けなげ。そう、もうあの時が一番楽しかったオタクとして、やっぱりすっごい楽しかったの時。他にも衝撃的だったことがあって、リリーベの時にさ、曲披露して、その後投稿内にするんだけど、水分補給をするわけ。その時に、一本のペットボトルを飲み回すの。エロい。端からどんどん飲んで、トランプで渡すみたいな。エモいね。で、その時にもう、オタクの心を打たれてしまい、みんなで飲み回す、仲の良さとか、それこそなんかエロティシズムみたいなのももちろんあったんだけど、ペットボトル全部用意してもらえないのみたいな。そっちに思ったんだ。そう、これはもう自分がお金を見つかなきゃ全部のペットボトルが出ないんだと思っちゃったの。1本100円ぐらいでしょ。で、その時にね、メンバーによってね、これパッと飲むと思うんだけど、後ろを向く子とかいんの、飲む時に。あー、わかる。そういうのになんか、わしもなんか将来アイドルになったら後ろ向いて飲もうみたいな感じで思ったの。でもさ、高校生の時にさ、なんか店その1本のペットボトルさ飲み回すでさ、お金がないとかって感じてしまう冷静さも兼ね備えてたのね。あ、そうなの。普通そうに思わない、見えないエモーみたいな、エローみたいな感じで。私ボーイフレンドが好きになった理由も、あの、毎回衣装が違うんだけど、靴だけ一緒で、靴紐だけを変えてたの。それは知っちゃったの、足見て。よくわかったね。靴紐変えて違う感じにするけど、靴自体は一緒だと思ったの。黒の革の靴だったの。じゃあみんな気づいてた？いや、わかんない。それ見た時に私応援したくなっちゃったの。すごいね、それ気づかないと思うよ。私、お金ない人応援したいの。そう、必要とされたいタイプも。マザー・テレサか。そうで、その2部の時に大事件が起きて、そのボーカルの子が一郎だったか忘れたけど、とにかくまた挑戦しますみたいな発表する時に、ちょっとやっぱ大掛かりな VTR を作っちゃったんで、重大発表みたいな。はい、その時にみんな、え、誰か脱退すんのみたいな感じだった、会場が。思うよ、ね、怖い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 みたいな。なるなる。え、やばいやばいやばいみたいな。なるなる。その時に、あの、わしの目の前の子が過呼吸になっちゃったの。発表の前に。なんかもう、はっ、はっみたいになっちゃって、それで発表です、ポイチくんが、なんか大学受験しまーすみたいな。頑張れーってなったんだけど、もうその子だけが、多分安心もあって、よりひどくなっちゃって、過呼吸。会場がもう凍りついちゃって、なんかもう前の女の子とか、やっぱすごいもう面倒ケアみたいな。
私後々知るんだけど、オタクって過呼吸になりがちなの。うん、結構多いの、オタクの子って過呼吸になっちゃう子がすっごい多くて。わかる。過呼吸になった子に対してのケアとかめっちゃ熱いの、みんなやっぱ。周りのオタクがね。袋かぶせようとしたらそれダメだよとか、うん、看護師の子とかも結構多いじゃん。うん、スターダストって当時その VTR をライブの最後に流すみたいなのがすごい流行ってて、うん、そこで毎回重大発表みたいな感じで、オタクがええみたいな、うん。で、本人たちもその場で知ることとかあるみたいなのを結構売りにしてて、うん、だから毎回自分たちもライブに行かなきゃいけないっていうモチベーションがあったし、うん、選手ライブに対してのなんか命かけてた部分があって、まあ、スターダストすごい上手いなと思うんだけど。そうで、なんか、まあ、最初にも言ったように、ちょっとやっぱ自分のいた界隈とものすごく近かったのね。だから、A ネーションとかっていう、ALEX のアーティスト全部集めて、代々木 2days みたいな。で、タイムテーブルがすごい近くて、バックヤードとか一緒だからさ、みんな。で、そういう時に会ったりとかもしてたし、ウルトラマンにタクちゃんが出てたの。で、そのウルトラマンのなんかライブイベントみたいな、主演友達だからさ、それで普通になんか楽屋とか友達会いたりとかして、で、なんかまあ、あんまこういうなんか裏の話をするの多分良くないと思うからちょっと続けますけど、なんか一個だけちょっと言いたいエピソードがあって、ボームそのメンバー、ちょうど来たメンバーの子のリュックのチャックが開いてたの。超言いたかったの。え、チャック開いてますよみたいな。大丈夫ですかみたいな言いたかったの。自分はオタクだから、声をかけたらいけないと思って、わざと友達に、〇〇くんのリュックのチャック開いてるから注意してあげてみたいな。間接的にチャック開いてるよ、みたいな。で、あー、みたいな。もう2秒ぐらい終わったわけ、そんなやつ。チャック開いてるよ、あー、みたいな感じで終わったけど、もうしても、直接言うべきか、なんか友達を返して言うべきか、スタッフさんに言うべきか、みたいな、もうすっごいそんなに悩んでた。そう。え、もう、これはでも直接声をかけてはいけない、みたいな。にゃんちで、今は、なんか、いや、何だかやっぱタクちゃんが好き。タクちゃんやっぱフォローしてるし、うん、なんか可愛いんだよタクちゃんが。わしが好きな顔ちゃんもリス顔っていうか丸顔っていうかさ、やっぱ男の子たちに可愛がられる男の子って、うん、なんかなりたい男の子だったからわしが、うん、で、その不機嫌になっても周りの男の子がちゃんと構ってくれるみたいなのってめちゃくちゃ好きなの、ね、そう、わしお姫様気質な子がすごい好きだから、うん、にゃんちで、ちょっとまあディッシュに関しても結構思い出が深かったりとかあるので、ディッシュは次回の動画であげたいと思いますので、ぜひそちらの方もチャンネル登録をして待っていてください、はい、それでは皆さんも押しと、お幸せにー。